MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国は、日本を下げすんで貶めることで自尊心を保っていると言って過言ではありません。そして、常に日本は悪だと、世界に発信をして、韓国は、被害者だとアピールをし、同情で、国際社会の信用を得ようとします。そして、韓国は、日本で開催される2020東京オリンピック・パラリンピックのイメージを悪くする破壊工作に着手し始めました。それは、ムンジェイン政権が、福島原発事故から8年が経過した今になって、日本は放射能汚染されていると、新たなプロパガンダを始めました。中央日報の記事では、福島汚染水処理問題と東京オリンピックを結びつけたような今回の立場表明は、安倍晋三政権の最も痛いところを狙った模様だなどの記述が並んでいます。そして、韓国の国会議員で、ムンジェイン大統領、候補総括特報団長でもあるミンビョンド氏の認証付きツイッターアカウントでは、オリンピックのシンボルに、旭日旗と放射線警告マークを重ね、2020東京放射能オリンピックと書かれた投稿も確認されています。最近話題になっている週刊ポストの、韓国なんていらないに対し、批判の声が上がり、ヘイトだと騒いでいる連中がいますが、先ほどの韓国国会議員の2020東京放射能オリンピックは、週刊ポスト以上の、絶対に許すことのできないヘイトそのものです。こんな韓国は、日本産農水産物、食品と廃棄物に対して放射性物質検査を強化していますが、さらに、工業製品も検査強化の対象にすると、セジョン連合ニュースが報じていましたので、一部を引用してお伝えいたします。韓国関税庁が日本から輸入される工業製品に対し、放射性物質検査を強化する方針を固めたことが4日分かった。日本が、安全保障を理由に、韓国への輸出規制を強化したことをきっかけに、韓国は、国民の安全を守るため、日本産農水産物、食品と廃棄物に対する放射性物質検査を強化したが、工業製品も、検査強化の対象に加わることになる。韓国国会企画財政委員会に提出された資料によると、関税庁は、与党議員の関連質疑に対し、放射能検査の装備と人員を補強して放射能検査を強化する方針と答弁した。月内に税関のコンテナ検索センターに12台の放射性核種分析機が導入される。どのような放射性物質がどれほど含まれているかすぐに検査できるようになる。現在は放射線検知器の警報が鳴るとサンプルを抽出し、原子力安全委員会の下部機関に精密分析を依頼している。分析結果が出るまで1週間以上かかり、通関の遅れに苦情が寄せられることから、検査は移植しがちだった。2011年の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故以降、韓国では日本からの輸入品に対する放射性物質検査を分野別に行っている。農水産物、食品を担当する食品医薬品安全ところは、先月から、放射性物質が微量に検出されて変装された履歴がある輸入食品の安全検査を2倍に増やした。環境部は、石炭バイヤー、廃タイヤ、廃プラスチックなど廃棄物の輸入に対し、全数調査を始めた。日本に対して嫌がらせをする才能は天下一品ですね。なぜ、今さら、この放射能検査をすることになったか調べると、カンギョンファ外相がインタビューで述べていましたが、日本の放射能が国民の中には未だに懸念が残っているので、当然、私たちは国民の意見を聞かなければならないとし、私たちは政策を精査し、段階を踏んで国民の懸念、安全と健康を重んじます。と、意味不明な発言をしていました。韓国は世界貿易機関、WTO が4月の上級委員会第2審が福島など8県の水産物の輸入を禁止している問題で逆転勝訴を韓国に言い渡したことで原発事故の放射性物質はカードとして使えると浅知恵を働かせたのでしょう。しかし福島や東京よりも
ソウルの方が放射線に汚染されているんですよ。2017年7月の特定日の計測結果は、東京が 0.038 マイクロシーベルト、ソウルが 0.125 マイクロシーベルトでした。ソウルは東京の3倍以上の数値となっています。ちなみに、ニューヨークは 0.044 マイクロシーベルト、パリは 0.043 マイクロシーベルト、北京は 0.072 マイクロシーベルトなどとなっており、世界の主要都市と比べても、ソウルの放射線量が高いことがわかります。ソウルが東京よりも放射線量が高い原因は、自然放射線の量が多いということです。日本の自然放射線による年間線量は約1500マイクロシーベルトで、韓国はその倍の3000マイクロシーベルトとなっています。しかし、要因は自然放射線だけではありませんが、解説が長くなるのでこの辺にさせていただきます。韓国がすぐにファビョンを発症するのは、放射能？ MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。